ドラゴン76と言います。自分は、日本から 5ヶ月前に引っ越してきて、今はニューヨークに住んでいます。で、まあ、ライブペインティングをやったり、大きな壁画を作ったり、まあ、アート全般をやっています。まあ、ちっちゃい頃からずっと絵は描くのは好きで、まあ、ほんまにちっちゃい頃からずっと描いてて、なんかちっちゃい頃は自分のオリジナル漫画を作ったり、なんか、デッサンをしたり、ポートレートをずっと描いてたり、ちっちゃい頃からもずっとやってて、で、20歳ぐらいの時にスプレーアートに興味を持って、で街に描いたりとか、あとクラブの壁とか、お店の壁に頼まれて描いたり、そんなのをしてるうちに、なんか自分の中でこう伝えたいものがなんかどんどん明確になってきて、でそれを伝える手段としてアートとか、そのパフォーマンス、ライブペインティングとか、そういうものをやりたくなって、自分のなんか中にあるものをこう吐き出す手段としてアートを通じてそれをやってるって感じです。Chevy to the levee.